昨年、ジャニーズ事務所の創業者、ジャニー北川氏による性加害問題が公になり、事務所が解体、同年、新会社スタートエンターテイメントとして再スタートした。タレントたちはそれぞれ新会社と契約、またはエージェント契約、マネジメント契約し、活動。これを機に事務所を退所し、別の事務所と契約したり、 独立して活動するタレントもいる。今年に入ってからは、近畿キ,キッズ k の堂本つよし、嵐の松本潤が退所、退所後は新たなチャレンジも含め、活躍の場を広げている。そこで今回は10から30代の女性100人に、今後大活躍しそうな元スタート者、旧ジャニーズ、退所タレント、について聞いてみた。アンケートサイト、ボイスノート、 調べ、第3位、12.0%は、岡田純一。岡田は V6 の元メンバーで、昨年11月末に対所し独立した。その際、今回の決断は、この度の子ジャニー北川性加害問題に起因しております。岡田自身、ファンの皆様に辛い思いをさせてしまっていることや、 将来にわたってご一緒くださる関係者の皆様に、これ以上、ご迷惑をおかけしたくないという思いが強くございました。と、行きさつを説明。岡田は昨年12月に個人事務所、エストン、を設立。今年6月には、軍師官兵、で岡田と共演した植木翔平。9月には NHK 大河ドラマ、どうする家康。 や NHK 連続テレビ小説、虎に翼に出演していた山崎スイカが所属したことが発表され、現在、岡田を含めて3人の俳優が所属している。演技だけでなくバラエティー力もある印象だし、格闘系なども極めていて、幅広い分野で活躍していけそう。39歳、女性、主婦。 すでに様々な場所で活躍している姿を見かけるから、29歳、女性、主婦。ストイックな性格だし、日本映画の俳優として体制しそうだから、39歳、女性、公務員、団体職員。あれだけアクションができる上、幅広い役を演じることができる役者はあまりいないから、39歳、女性、パートアルバイト。 俳優としての地位を確立しているイメージがある37歳女性時代劇で需要がありそうだから実力があると思う39歳女性コンピュータ関連技術職第2位28.0%は嵐の二宮和成二宮は昨年10月に退所して独立翌月に新会社を設立した 最初の理由について嵐のファンクラブサイトでの動画で、1回目の事務所の会見以降、自分の活動にも多くの影響が起き始め、正直な話僕も怖くなったし、不安な気持ちにもすごくなり、これからどうしていこうかなと考え始めました、と説明。グループ活動については、僕は明日からも嵐です。 嵐が再会するときはもちろんメンバーとして活動を一緒にやっていくと語り、ファンを安心させた。井宮は退所後も俳優として活躍。今年7月期放送のブラックペアンシーズン 2TBSK では世界的な天才外科医役として主演。2025年度前期の NHK 連続テレビ小説アンパンへの出演も決定している。 また、カンムリバラエティー、ニノさん、日本テレビ系、が10月11日にゴールデンに進出したことも話題になっている。平、イ、ジャンプの山田亮介、タイムルズツの菊池風馬活動休止中のカトゥーン中丸雄一と活動していた YouTube チャンネル、ヨニノチャンネル、も活動を継続している。俳優として大きなドラマや映画で主演を果たしていて、 事務所や肩書きにとらわれずに評価されそう。25歳、女性、広報、広告、デザイン。ドラマなどテレビだけでなく、YouTube でも成功しているから、39歳、女性、総務、人事、事務。人脈が幅広そうだから、23歳、女性、総務、人事、事務。一人でもドラマやバラエティに出演し、人気もある。 24歳女性営業販売俳優としての地位を確立している29歳女性頭が良く何でもこなせる感じがするから39歳女性出版マスコミ関係いろんな役を演じていてそれぞれで良い演技をしている34歳女性専門職 演技だけでなく、バラエティの司会も上手だから、31歳、女性、事務職。そして第1位、33.0%は、ナンバーアンダーバーアイの平野翔。平野は、昨年5月にキングプリンスを脱退し、事務所を退所。脱退と退所を発表した際、動画で、改めて自分の年齢と向き合った時に、 海外で活躍できるグループを目指すというのは、そこにグループのそれぞれの活動方針を踏まえた上で、全力で取り組んだとしても、もう遅いな、と感じてしまい、目標を失い、今回の決断に至りました、と明かした。同年7月に滝沢秀明が設立した新会社、とべ、に合流、平野と共に退所した神宮寺優太、 同年9月末に退所した岸優太も合流し、3人で新グループ、ナンバーアンダーバーアイを結成。今年4月にはアメリカで行われた、コーチェラバレエミュージックアーツフェスティバル2024、コーチェラに出場し、海外を見据えた活動を続けている。キラノは個人で、フランスのブランド、ルイ・ヴィトンとパートナーシップ。 さらにイブ・サンローランのビューティーライン、イブ・サンローラン・ボーテ、初のアジアアンバサダーに就任したことも話題だ。ざいだと思う、23歳、女性、総務、陳治、チム。ビジュアル、歌唱力、身体能力、キャラクターのどれをとっても一流の芸能人だと思う、26歳、女性、主婦。とこまえだしダンスもうまい。 30歳女性いろいろなメディアに出ていてアイドルに疎い私もよく目にする28歳女性パートアルバイトかっこいいし歌もダンスも演技もできるから36歳女性事務職熱狂的なファンが多いと思うから36歳女性主婦まだ若くて野心家でもありそうなので。 積極的に仕事を取りに行きそう36歳女性主婦グループがオリコンランキングでトップ4を独占したり個人としてはイヴ・サンローランのアンバサダーをやったりして世界的にも活躍しそうだから39歳女性どこでも活躍できる活力があると思う35歳女性主婦スター性があり キャラクターも愛らしくて万人に好かれそう37歳女性主婦嵐メンバーもう一人もランクイン今後大活躍しそうな元スタート者旧ジャニーズ対所タレント第4位以下はこちらから今後大活躍しそうな元スタート者旧ジャニーズ対所タレントランキング G ナンバーアンダーバーアイ平野翔。 2位嵐、二宮和成。3位岡田淳一。4位近畿キ,キッズ、堂本剛4位嵐、松本淳。6位ナンバーアンダーバーアイ、岸優太。7位三宅健。7位北山博光。10位ナンバーアンダーバーアイ、神宮寺優太。10位中山優馬。10位,位 IMP。松井荘。10位高橋優太。 アンバサダーを務めるイブ・サンローランのビューティーライン、YSL ラブ・シャイン・キャンディ・グロー・バームの生めかしい新ビジュアルを披露した平野翔。